さあ2人の準備ができたみたいですけれども、絶対勝ちます。絶対勝ちますか。あと一つ気になったんですけど、あなたは剣じゃなくて魚で戦うんですか。漁師なんで。漁師なんで。魚でやんだ。それでは行きましょう。さあ澤部さん対お父さんの対決です。気配斬り対決始め。けお父さん。そう、あ、お父さんダイナミックに動きますね。澤部さん怖い。澤部さんやばい、狙い方やばい。目いっぱい。さあメンバーが引いております。綾波レイが引いております。雷かなこれは。お父さんいいよ。いいよいいよ。お父さんあれ、お父さん気合切り対決は澤部さんの勝利です。強かった。すごい。さすが。大沼いかがでした。なんかもう女扱いされてないです。両親どうさったから今は。ただそう言ってる大沼さんも結構マンブルで下がってました。マジで怖かったですよ。